皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もスレイザースパイア続きから遊んでいきたいと思います。さあ、というわけでやっていきますが、ちょっとね、前回から日が空いてしまいまして、っていうのもね、まあまあまとめ撮りしてるんだよねまあどうでもいいことかもしれないけど、まあまあまとめ撮りしてるので、ちょっと日が空いちゃったので、どういうことしようとしてたのかがね、いまいちね覚えてないんだけど、まあ儀式の探検をどんどん強くしてる感じが、31ダメージってすげえな。31ダメージ、これとどめ簡単にさせるようになってるね、本当に。でストライクを今削ってんのか。そうだそうだ、アタックがそんなにいらないんだよね。オッケー、おさらい終了。というわけで、ハテナか焚き火か、まあハテナかな。こっち行っちゃおう。さあ、どんなイベントだ。落下、あら、やばくないこれ。浮遊物を飛び移りながら上層を目指している時に、あなたは足を滑らせてしまった。浮遊物を飛び移りながら上層を目指すことあんのこの塔やべえな、マジで。あなたは落ちていく。あなたは重力に惹かれながら取るべき行動を考えた。テクニックを活用し無事に着地する。パワーを駆使して落下を乗り切る。どういう原理なんだこれはパワーを駆使して落下を乗り切る、なんだろうなそれ。壁に武器を突き刺してぶら下がる。これが一番現実的だよな。着地、以下を噴出、反射、あ、反射を消せる。なるほど、有毒ガスを噴出が、ほうほうほう、飛び膝蹴り噴出。あ、これはでもテクニックだな。着地しようか、反射いらないもんな。あなたは素晴らしい着地を決めた。やったね。うわ、これ嬉しいイベントだったな、意外と。そうしましたら、次はどう行きたいかっていうと、このハテナにレンちゃん踏みたいかなってなると、あ、まあここはどっち行ってもいいのか。ただ焚き火踏めるからこっち側行こうかな。ショップで104ゴールドしかないから何も買えないけど、とりあえずこっち行こう。さあ、なんか買えるもんあるかな。今回の特売がフットワーク、敏捷性2を得る。ちょっといらないね。先読み、準備、カードを1枚引き1枚捨てる。あー、捨てる系欲しいな。コストゼロだしね、これ。これいいんじゃない？これいいな。買っとこう。で、毒の人差し。なるほどね。騒乱。短歌指示、山札の一番上のカードをプレイする。あ、パワーだ。あ、意外とこれ強いかもね。でも高えな、やっぱ。もう買えない。非常ボタン、30ブロックを得る。次の2ターンの間、カードからブロックを得ることができない。なるほど、このターンは乗り切れるけど、その後ちょっと難しくなるよって感じか。まあとりあえずこれでいいかな。お金ないしね。行きましょう。で、焚き火、休憩。どうしよっかな。どうしよう。全開はできるね。全開するか、カード強化するか。カード強化したいカードってあったっけ？なんかでもそんなにいいカードないんだよな、今な、正直。強いて言うなら、致死毒か。これが、強化してない致死毒が来た時、なんかちょっと微妙な感覚になるんだよな。なんかもったいねえなっていう。7と5。まあでもそこまでじゃないか。あとは準備も、そうだな。あげたいね。あと、幻影の暗殺者、これ、アップグレードしたらどうなんだろうな。うわあ、でもどうしよう。地図ちょっと見て。この後回復できる見込みは、当分ないね。回復しとくか、じゃあ。休憩しよう。
OK、 命を大事にいきましょう。で、これはどっちでもいいかな。じゃあとりあえずこっち。さあ何が出るかな。オープン。26ゴールドとお食事券。ショップに来店するたび HP を15回復。あ、強っ強っ。これえ、休憩行った時並みの回復できんじゃん。すげえな。で、え、待って、やばくないこいつ。消えゆくもの 999HP なんだけど、30の攻撃しようとしてる。えぐ。ちょっと待って、これやばいな。何これ、なんかイベント戦的なものであってほしいんだけど。これ死ぬぜ、下手したらここで死ぬぜ。これでいいかな。引き直して、お、準備が来た。あー、どうしよう、これマジで死ぬな。狂気でコストゼロにする。うん、それもありだな。サバイバーとこのジェイキーストライクが、コストゼロになると嬉しいね。儀式の探検が、これはゼロになってもあんま意味ないかな。とりあえずやってみようか。うわー、儀式の探検マジか、3分の1で。そうしましたら、ジェイキーストライク、これはニエナジー戻ってくるかな。あ、その前にとりあえずリフレクトの準備で引いといて、カード1枚捨てる。どうしようかな。儀式の探検今じゃないんだよな、使いたいの。だからこれ一回捨てといて。お、なんだ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 、お、なんか今なんかなったね。一個一個見ていこう。一番下のが足かせ、ターン終了時筋力5を回復。回復なんだ、変化。ダメージを受けるたびその値に等しい筋力をターン終了時まで失う。あ、なるほど、はあ、はあはあ、あ、じゃあダメージどんどん与えていかないといけないんだ。で、消失、5ターン経過後死亡する。あ、マジで5ターン耐えろってことが。で、攻撃、なるほどね。じゃあこれブロックとかよりも攻撃して減らしてった方がいいんだな、こいつの攻撃力を。なるほどね、戦い方が分かりました。これで攻撃力ゼロになると。よし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 。そうしましたら、あ、どうしよう。わ、でもエナジーがめっちゃあるけど、攻撃じゃねえ、ブロックしてるする意味がないから、ターン終了か。うわ、もったいねえ、エナジー3も余らした。今これもったいねえな。あー、でもよかった、スキル2枚残したおかげでフレシェットがかなりの火力を持ってる。これはいいぞ。フレシェットやっちゃうか。よし、オッケー、どんどん攻撃力下がっていく。いいね。有毒ガスやっとくかな、それがいいかな。で、致死毒をやっといて、これでも HP、HP じゃない、攻撃力下がんのかな、毒で。これで、ターン終了しても、オリハルコンが発動するから、多分、ゼロ近くにはなると思う。ターン終了。さあ、どうだ。あ、攻撃力下がったね。いいよ。ちゃんとブロックできてる。いいね、この戦い面白いな。うわー、50になった。そっか、どんどんやっぱり強くなっていくか、そりゃ。そしたらどうしましょう。致死毒やって、致死毒やって15減るね。ってことはあと35。いや、きついな、35。あ、脱力で 25% 減もやっとくか。うわ、でもこれやったらもう何もできなくなっちゃうな。それきついな。無力化で脱力はできるか。とりあえず脱力させて、いいよ、35。もともとの攻撃力は35になったと。で、あとはどうしようかな。激毒強いんだけどさ、
コスト2っていうのがね、ちょっと他何もできなくなっちゃうもんな。でもだからといって何かするっていう、あ、サバイバーで作詞を捨てるか。 OK、 これでコスト回復して、でリフレクトで、いいねいいねいいね、ダメージも入った。であとどうしようか。そしたら激毒いっちゃうか。15で19になるか、毒が。19引くと、あーでもなんか守れそうだな。激毒やってブロック、 OK、 ターン終了。さあこれでいいね、ジャストで無傷。いや気持ちいいな今の。さて今度は45か。つうかこいつそろそろあれじゃない、消えるんじゃない。あと2ターンか、あと2ターンもあんのか。金切り声6だよな。6ってちょっとしょっぱいな。致死毒これ5のやつだ、強化してないやつ。これでもやっとくか。いや待てよ、あーん、やっとこう。 OK で狂気は今は違う気がするな。ストライクやって、いやーどうしよう。あれこのターンちょっとやばいな。なんかできる。ステロイドで筋力上げてストライク、いやあんま意味ないな。ナイフ3枚もらっとくか、これやっとこう。 OK で666で、18の24で、6引いて30ダメージ抑える。いやきついな、それでも結構食らうな。あでも毒でそうか減らせんのか、25ってことはあと20って考えればいけるな。いけるいけるいける。じゃあナイフのストライクからの金切り声でいいよね。金切り声やるよりもでも狂気で下げるか、コスト。あー防御か。オリハルコンがあるからな。あー待って、25下がるでしょ。まあそっか、やってもやんなくても同じか。 OK でターン終了。さあ今回もう無傷でいけるね。いやこいつとのバトルすげえ頭使う、面白いけど。そうしましたらこのターンで死亡するね。 OK でこれ52を防ぎきればいいんだね。あと毒が26かってことは、26だね。ああ26を防げれば私の勝ち、ま、勝ちは確定してるか。どうやって防ぐかっていう話、飛び膝蹴りで、いやーなんか速攻性のあるものがないな。金切り声これで6マイナス足せるか。いやー6か、ちょっとダメージ受けるなこのターン。やだね、最後の最後に。まあしょうがないな。 OK あと39で26引くから13ダメージは痛えな普通に痛いね。これでも防御やってもオリハルコンやってもどっちも変わんないから、まあしょうがないな。これでターン終了。あれ20になってた今攻撃力。あれなんか余分なダメージ受けた、なんでだ。あらしょうがないか。もうパワーポーション
3枚のランダムなパワーから1枚選び手札に加える。このターンそのコストは0。おお、これは私の持ってるカードの中からかな、それともこのゲーム内にあるランダムなパワーカードなのかな、どっちでしょう。そして私のデッキに加えるのはこれなんだ、ブラー。8ブロックを得る。次のターン開始時にブロックを失わない。あ、これいいな。同様、ランダムなスキルを1枚手札に加える。このターンそのコストは0。あー、なるほどね。いや、これはブラーかな。 OK、 ターン終了じゃない、次のステージへ。どうしましょう。これさ、食事券、お食事券があるからショップに行くと HP 回復できるんだよね。ハテナ踏みたかったけど、こっちでもいいかな。うん、そうしよう。 OK、 回復最高で、今97ゴールドちょっと少ないな。蜂の巣コスト2、アタックで3ダメージを5回与える。3515、ちょっと低いな。ガラスのナイフ、8ダメージを2回与える。この戦闘中このカードのダメージが2低下する。あー、なるほどね、使うたびにどんどん下がっていくんだ。あとは特売が用意周到、ターン終了時カードを1枚保留する。いや、これは意味ないな。うん、全部保留されてるからね、私の今。焦燥、手札にアタックカードが1枚もない場合カードを2枚引く。おー、なるほど。いやー、でも違うか。羽化、ランダムなアタックを3枚山札に加える。この戦闘中それらのコストは0。はあ、ちょっと違うかな。うん、何も変えない、立ち去ろう。 OK、さあ、とりあえず敵と戦う。通常モンスター、あれ、なんだこいつ、モンジャラみてえな、モンブランみてえな。どうしましょう。何かを捨てる。ドッペルゲンガーとサクシと、ディフレクト4の方がいらんか。防御もいらないから。いや、こんなに変えてもな、どうしようかな。スキル、ディフレクター持ってていいか。スキルの枚数多ければ多いほどフレシェットが活躍するからな。防御も持っとくか。いや、これでいいかな。 OK、 よし、さあやっていこう。とりあえず狂気やっちゃおうかな。これで何かのコスト、あ、悪夢が0になった。いいね、コスト2が0になりました。ってことは、これどうしようかな。フレシェットをさ、次のターン3枚、すげえ強くない、それめっちゃいい気がする。悪夢でフレシェット複製、よし。あべ、フレシェット先使えばよかった、ミスった。攻撃力下がっちゃった。あ、なんだ、すごいアーマーがついた。待って、反応性、一番下からアタックによるダメージを受けると行動予定が変わる。おお、アタックでダメージを受けるたび6ブロックを得る。ブロック値は鍛錬が発動するたびに増加する。ターン開始時鍛錬の数値は3に戻る。おお、なるほど。じゃあ、あれだな、最初のそのターンにおける最初の攻撃が肝になってくるのか。なるほどね。そしたらディフレクトの、防御はいっかな。騙し討ち、ある意味、まあでもちょっとは攻撃入るか。 OK、 よし、ターン終了。これ防御を持っておくことによって次のね、
来た、フルシェットが強くなる。おお、 6×12 ダメージ、これはやばいこれはやばいな。よし、やっちゃおう。 OK。 いやー、いいダメージ入ってる入ってる。すごいすごいすごい。あー、すごいすごい、勝ったもうよくわかんなかったけど、めちゃくちゃダメージ入った。いいね。古代のポーション、アーティファクト 1L。 何これ、すご、何このポーション、何がいらないかな。トゲかな、これ捨てよう。 OK。 でカード1枚入手。同様プラスランダムなスキルを1枚手札に加える。このターンそのコストは0。おお、資料化コスト3、無形2を得る。ターン終了時敏捷性1を失う。あー、ちょっとあれのやつだ。とどめの一撃コスト1。このターンプレイしたアタックの枚数かける6ダメージを与える。ほう、このターンプレイしたアタックの枚数、なるほど。じゃあ最後の本当にまさにとどめの一撃に使うといいのか。まあでもアタックがそんなないからな、私のデッキは。これはいらないかな、スキップ。 OK。 さあどうしましょうかね。これエリート行ってもいいんだけど、どうかな。 HP はマックス近く確かにあるんだけど、ここで減らすべきかどうかっていうね。まあでもアーティファクト欲しいか、強えもんな、アーティファクト。行くかエリート。よし、リスクを犯してこそだ。さて、なんかいるね、ミニオンが2体も。これはどういうやつなんだろうね。とりあえず今いらないのは激毒。なるほど、脱力与えたいかもしんないな。今ちなみにフレッシュヘッドは5630ダメージ与えられるから1体倒すことはできるね。22しかないから HP が。ってなると激毒いらなくて、激毒そもそもこのデッキいらないかもしれないな。あー、ちょっとなんか、ああ、ここら辺変えちゃおう。 OK。 さあどうだ。なるほどなるほど、どうしよっかな。まあフレシェットでとりあえず1体は倒せる、倒しちゃおうかな。ちょっと待って、ミニオンは、逃走するしかないね。特にそれ以外書いてないってことで、やっちゃおうか。はい、1体倒す。でバックフリップでカード1枚引こう。あ、2枚引こう。 OK。 飛び膝と騙し打ちで倒せるね。飛び膝蹴りからの騙し打ち、 OK、 倒した。でレプトマンサーは何をしてくるかわからない。なんだろうな。よし、とりあえずミニオンがいないから攻撃はしてこないはず。さあどうだ。あ、ミニオンが復活すんのか。はあ、なるほど。じゃあ毎ターン倒すことになるのか。あ、待って、 13×2 の攻撃してくる、やば。26、やべえなこいつ。ちょっと待って、ミニオンはとりあえずでも倒したいよな。倒しちゃうか。 OK。 これで余計なダメージは受けなくなったと。そうしましたら無力化をやっとこう。で 9×218 ダメージが、いや、なかなかだな。でも18、有毒ガスとりあえずやっとこう。で、どうしよう。ブロックブロックでいきたい感じはあるね。どうしようかな。いっちゃおうかな。あ、待てよ。このアーティファクト1を得るっていうの、やるっか。アーティファクト、次に付与される能力低下を打ち消す。あれ、
なんか想像してたのと違うな。これってアーティファクトじゃないのか。これがなんか一個もらえるのかなと思ったんだけど、これなんかレリックとかいう名前だったっけ。全然違う名称かもしれない。そしたらどうしよう。なんかアイテムある？パワーポーションとか使ってもいいな。やってみよう。お、まきびし。攻撃を受けるたび攻撃を行った敵に3ダメージを与える。あ、用意周到。ターン終了時カード1枚保留。いらないね。猛毒の仕込み。アタックでダメージを与えるたび毒1を与える。あー、微妙ですねこれ全部。あー、そうか、これコストゼロとかにならないもんね、もらっても。あー、まあでもこれかな。あ、コストゼロになるんだ。あ、いいねいいね。じゃあ使っとこう。 OK。 で、ただ特に防御に使うことはできなかったな。どうしよう。防御で12ブロックやっとこうかな。それが一番いいかもしれない。 OK、 ターン終了。さあ、いやー、6ダメージやだね。ボス前にダメージ受けたくねえんだよな。さて、またなんか復活させようとしてるな。ってことはどうしましょう。どうしようかな。狂気で、いや、まずディフレクトか。ディフレクトしといて、で狂気でコストを下げる。ストライクか、ちょっと違うな。ストライクではないんだよな。まあ使っちゃおうか。毒付与できるしね。よし。で、準備を使って、あ、幻影の暗殺者。ってことは、どうしましょう。ブロックとか捨てちゃおうかな。いや、毒。致死毒捨てよう。OK。で、3エナジーあるよね。これ、幻影の暗殺者使って、次のターンアタック2倍で、ドッペルゲンガー使っちゃうのありかな。でエナジーを次のターンに持っていく。 OK、 これでターン終了。さあ、いい感じで回ってるような気がする。で HP が20のミニオンが出てきた。どうしましょうかね。あ、儀式の探検が62ダメージ出る。これはいいね。サバイバー使って作詞捨てよう。とりあえず最初に。これでエナジーが6。で、どうしようかな。ジェイキーストライクで、本体攻撃して、あと124。あ、ちょうど倒せる。今なんで2倍になったんだ、さらに。あ、ペン先か。ペン先へ来た。次のアタックによるダメージが2倍になる。ハマったんだね。いや、これは勝ちましたね。ありがとうございます。よし。いや、気持ちいい、今の。ゴールドと、神社、脱力にならない。お、お、もらえた。あ、そっかそっかそっか。このエリートボス倒すともらえるんだもんね、1個。いいね、脱力状態にならなくなった。で、火炎ポーション、ダメージを20与える。強子のポーションで、カード1枚。何がいいかな。一撃必殺プラス16ダメージを与える。ダメージを受けるたびこのカードのコストが1増加。無傷だと強いよっていう感じか。ダッシュ10ブロックを得る。10ダメージを与える。強いけどな、コスト2はきついな。作詞プラス、あー邪魔になるな。今回はいいかな。よし、スキップ。